いやもう完全にアウトやでこれ。皆さん、僕今日晩飯難民です。どうも。ですね、河岸花トンネル向かっている最中に日没を迎えてしまいました。はい、ということで、ホテル戻ってきました。で、ホテル戻ってきて、もうね、7時なので、もう飯行こうかなと思ってます。で、ちょっといろいろ調べてたら、ホテルの横に、結構美味しいっていう有名な、お店があったんで、ちょっとそこ入ろうかなと思ってます。でもここですね、ホテルがここのネオンついてるところ、ここか、これなんですけど、ここからぐるーってきてここにあります。お店の名前がゴッパチっていうところですね。ここに入ろうかなと思います。よいしょ。はい、今入ろうとしました。いっぱいでした。やっぱそうなるよね。やっぱそうなるよ。どうしよう。まあね、マンボウで焼いてる店も少なくて、観光客もいて、地元の人もねいるってなると、まあまあそうなっちゃいますよねって感じなんですけど、ちょっとね、でもさすがに地元の料理食べたいなと思うんで、こちら八木川通りに、ヤンゴ通り通称ですね、に来ました。ホテルから近いんですごい便利なんですけど、どこに行こうかな。ちょっとね、まあでもこれが真っ暗やな。ネオンが少ない証拠ですね。でこれが夜のヤンゴ通りです。こんな感じですね。まあ、やってる店がね少ないんで、まあ、やっぱネオンついてても閑散としてる感は否めないんですけど、あ、この脇田まで刺身屋なんか結構記事でも出てきたな。どうしようかな。何食べよう。ここ行けんのかな。いいや、ちょっと向こうまで一回歩いてみましょうかね。いや、それにしてもね、寒い。普通に寒い。昨日より全然寒いです。なんかないのかな。みんなどこ行ってんだろう。地元の人もそうだけど。まあ、でも地元の人はみんな家で飯食ってんのかね、やっぱ。マンボウだし。なんか焼肉屋あったぞ。焼肉屋森盛り、ここに焼肉屋が。めっちゃいい匂いしてきた。薩摩牛だっけ。あ、でもあれか、鹿児島豚か。誰が豚やん言われるけど、あ、でも入ってんのかな。ちょっと候補に載せましょう。はい、板垣こういうのはこの店です。もうこっちなんもないな。やば、焼肉でもいいねんけどさ、もうちょっとなんかあるかな思ってんけど、こっち行ってみようか。いやもう真っ暗やな。ちょっとこれもう光のなさが分かっちゃうね。ないのかな。あ、なんか甘み黒糖焼酎取り扱い店。これは居酒屋かな。近いね。黒糖焼酎飲みたいんだよね。あ、酒屋さんね。由来どころ。テイクアウトサービス8時まで。8時までか。マジか。もうこれ、あ、こっち行っても何もないよこれ。
ちょっと戻ってワンちゃんあそこの焼肉屋、焼肉屋行っちゃいますかね。旅行来て焼肉、まあまあいらないでしょう。本当はね、島料理とかもそうですけど、その地の食べ物は食べたいですが、まあいかんせんね、こんなちょっと身動き取りづらい時期に来ちゃってるんで仕方ない、仕方ないですね。入れんのかな、なんかお客さん入ってきてるけど、え、満席？3名さん入ってます、来てんのか、2回やんのか。じゃあ行ってみましょうかね。ここですね、焼肉盛り。ちょっともう行っちゃいます。まあ肉食ってね、まあ、これで2日に向けて精力つけましょう。で、営業が9時までなんで入っちゃいます。行きましょう。はい、今ねここ3名入ってったんですよ。あと1人でって言ったら、ごめんなさいもう満席なんですよって言われて、いやいや、でね、ちらっと右見たんですよね、店内の1席空いてたんだけどな、まあ、予約なのかな。いや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 、これどうしようマジで、画面も真っ暗だしさ。いやこれあかんな、本当に6時には来なあかんわ。2日目にして学んだぞ俺は。うん、2日目にして学びました。ブルガダイニングケバブ、ケバブはいらんわ。あ、いやこれ、あ、焼肉ホルモン、これね、どこでもいいよ、もう入りたい、とりあえずの日に入りたい。うん、このカメっていうところは、席やな。まあそうなるわな、満席。いや焼肉伝説ムル、いやめっちゃ満席やんか。うそ、いやもう完全にアウトやでこれ。皆さん、僕今日晩飯難民です。2日目にしてまだ学ばない、いやうそやろ。マジか、なんかあった、なんかあった。ちょっとこれ、これ右行ってみましょう。串焼きの店やってるが入れるのか。ここ、ごっぱち、ちょっとやってはいるんで、席も空いてるんで入ってみましょう。でね、定食もあるし、一品物もあるし、結構普通にご飯だけでも来れそうなんですよ。どうしようかな、適当にちょっと頼んであります。はい、逆光だな、ライト。これレントの水割りを、レント水割りで、うん、ね、この店はここにね、なんか紙があって、その紙に注文書いてくれたんです。多分ね、対策の一環として
やってるんでしょう。メニューはこんな感じですね。定食もあって、アウトドアものもあって、刺身はアリーの串焼き等々もある感じですね。これはこれ何なのかな？今回ね、はい、なってます。昼、ね、から飲めるらしいですね。1000円で。はい、ってことで、黒糖焼酎のレントを食べました。じゃあ、乾杯。なんか不思議な梅味、なんか思ったよりも黒糖感がない気がするけど、でも美味しいです。じゃあまあ今日はこれで終わりで、まあ食べてね、ホテル帰って、まあ編集ちょっとしたいなって感じではあるんですけど、まあ今日昨日と奄美大島に来て、ちょっとね、一つ勉強になったなっていうことがありました。それは離島に来る場合はしっかり計画を立てないと大変だなっていうのはちょっと勉強になりました。で、まあ当然ね、その観光スポットもそうなんですけど、何がやりたいとか、どこ行きたいとかを明確に計画立てていかないと、まあ、距離がね、やっぱある程度離れちゃってるんで、交通手段も、まあ当然ね、車で行けばボンって行けるんですけど、まあね、旅行行く人全員が全員車持ってるとは限らないんで、免許で。なんで、まあ、バイクなり、タクシーなり、まあ、いろいろバスなり、いろいろ手段もありますけど、まあ、やっぱね、ある程度距離が離れてるんで、特に奄美大島に関しては、結構計画立てて来た方が、いい旅行にはなるんじゃないかなと、個人的には思いました。はい、まあ、僕はね、結構無計画でも無茶しちゃうタイプなんですけど、まあね、そうじゃない人もいるだろうし、はい、なんでそこは、そういうふうにされた方がいいかなとは思います。で、結構このなぜしっていう、まあ、繁華街を外れると飲食店も結構ないんですよね。なのでやっぱ宿泊はこのなぜし周辺の方がいい気はします。っていうのも空港の近くにリゾートホテルとかあるんですけど、やっぱりね、その辺はやっぱり飲食店が少ないし、まあ、飲んだりね、食べたり、気軽に出かけて食べに行きたいみたいなことをしたい場合は、もうなぜ一択だと思います。まあ、実際来て思いましたね。で、まあ、今回ね、まあ、時期が時期なんで、やってる店も少なかったり、まあ、やってる店が少ないがゆえに、ね、お店にお客も集中するし、まあ、ましてや時短営業なんで、まあ、さっきも2軒3軒帰れなかったことを考えると、まあ、多分18時ぐらいにはお店に食べに行った方がいいかなと思います。これはね、石垣島でも同じことを言えるなって思いました。年末年始に行って、こんな感じですかね。で、まあ、今日はね、これでもう、晩ご飯食べてっていう形ではありますけど、明日、そう、空港で話した通り、27日にパラグライダーが中止になったんですけど、明日、なんと飛べます。なんで明日ちょっとね、パラグライダーの予定を入れつつ、あとはね、まだ行ってない観光地がいくつかあるんですよ。まあ、ハートロックだとか、あとはハートロックの近くにある、ジェラート屋さんにちょっと行きたいっていうのが一つあるのと、であとは、
もともと当初行こうと思ってた日桜っていう京阪のお店に明日は、そっちにねパラグライダーもそっちでやるのでちょうど都合がいいんでね、そこに行って、夕方カガンバナトンネルに行って、日没を見てっていう感じをちょっと予定はしてます。なんでひとまずちょっとご飯を食べましょう。